町場の方へ向かったのでは。こちらへ。先生はいかなる時も稽古を立つことはありませんでした。何か気を悪くされたのでしょうか。何をおっしゃいます、ヒロキ殿。あなた様は父の自慢の弟子でございます。何で言ったらわかるんだ。これは売り物じゃねえ。ヒロキ殿、愛子様へ一つ手土産でもいかがかな。アサリ、鈴木、この老いぼれの荷車を動かすのをお手伝いいただけませぬか。三十郎様がかけてきたのに仰天。承知いたしました。先生はどこへ向かわれたかご存知でしょうか。かたじけのうございます。何を気にかけているんだい。こんなとこじゃ間違いねえ。早道がございます。通ればことになるやもしれませんが。されどお咎めになる先生もここにはおりません。それほど厳しい父ではありません。きっと父上もここを通ってきたはず。ここで何をしておる、ぬすっとどもが。ヒロキ殿、取れたての梅、今が売れ時じゃ。愛子殿に差し上げたいが、一文。また振られちまったよ、兄貴。今度は何だってんだ。俺はあいつに言ったんだ。お姉さんなら…ゲドゲ、足の番じゃ。勝負事は相手よりも四半時長く待つ者が制すもの。ヒロキ殿、今のは何者かの叫び声でしょうか。いかにも先生がいらっしゃるところに違いありません。逃げろ、逃げろ。何者かの襲撃です、ヒロキ殿。それがゆえに父上はあれほど急いで。拙者から離れませぬよ。先生を見つければ奴らは無駄中におるよ。起きてくれ、助けてやってくれ。誰か持てれば。ヒロキ殿、皆を、私は父上を見つけます。いけません、危のうございます。核のごとき輩など知りも及ばぬ。この村のすべての小道を存じています。どうか人目のつかぬところへ。あなた様に何かあれば。これで最後じゃ。
水なもののふは誰だ。して臆病者が。誰もおらん。行くぞ。先を。命を救うのは何だ。すでに村の多くが燃やされ、多くの命が奴らの手にかけられておる。先生がとどめて。アイコ殿が無事であればよいが。なんてこった。こいつら百姓は何も持ってねえ。チリも積もればってやつよ。小銭も集めれば大層な量になるってもんだ。しっかりわけ。この犬が買いかぶりだよ。必要のねえ愚か者が。いつ来てくれるんだい。もう閉じろ。勘抜きをせねば。そこの木を持ってこい。早うせい。まだ来るぞ。抑えろ抑えろ。そこでしまいじゃ。そこで止まれ。これでさ、双子をどこへ連れてきたんだい。門は放っておけ。壁を登れ。ボロキレが死ね。